今回紹介するのは、7つのゼロ思考。外資系コンサルタントも知らない、異次元スピード仕事術という本です。仕事が早いというテーマの本は数ありますが、本書ほど理論整然としていて、実践に役立つ本は少ないと思います。実体験をもとにしているだけに説得力があります。まず、本書の特徴として、 具体的であるることが挙げられる心構えや精神論に逃げず愚直に仕事を早くするための多くの技を提供してくれる例えば F10 キーで Excel のべての操作をショートカット化できるという技術やホッチキスにまでこだわる姿勢などデスクを効率的に使うためのあまり知られていないノウハウが記載されているまた本書の特徴として 明瞭であるといいう点も挙げたい難しい言葉を使わず読者を煙に巻くこともないおそらく新入社員や大学生であっても読破することは難しくないとだろう印刷をするという本当に何でもない仕事であっても仕事を早く終わらせるためのエッセンスが潜んでいると著者は述べている簡単な具体例から 仕事を早くする本質をえぐり出していく展開は非常に興味深かった最後にロジカルシンキングの誤解を解くという章でロジカルシンキングは和製英語ロジカルシンキングを論理思考と訳すとその本質を見失うという著者の主張は面白い論点だ詳細は本書を読んでほしいそして話題は 思考の本質にまで及ぶこの本は具体的技術の提供だけでなく頭の切れ味回転まで向上させようという意欲作だ以上興味のある方は実際の商品を Amazon などでご確認ください今回は最後までお付き合いありがとうございましたよかったらチャンネル登録をお願いいたします